おかしいな。まあいいか。こんばんは。パンダさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。声やばい、待って。いいんです。もういいんです。でこれ何、この両端ショールーム花火大会2021みたいな、何も聞いてない。お知らせ来てた？見てない、見てない自分が悪い。これか、花火大会。なんかあるんだ。なんかあるんだね。知らなかった。竹兄さん、ヨーヨーありがとうございます。ありがとうございます。なんかアイスがなんちゃらみたいな、何も知らないんだけど、どっから見たらわかるんですか、そういうのって。何も知らない、何にも知らない。ハルピョン、てっちゃんさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。なんか最近何も来なくなった。そのなんかあのこの間のえ待って、ゼリーもらってないんですけど、もはや。あ、フルーツ大福はもらったので、そう、もう結構前ではないけど、ちょっと前とかにもらったので、それをまたちょっと後日じゃーんってやりますね。お肉はなんかなんて言うんだろう、こっから申し込んでくださいみたいな紙をもらうんですよ。それが溜まってる感じ。うん、てっちゃんさん、ハートありがとう、キュンです、ありがとう。たばやんさん、ハートありがとう、キュンです、ありがとう。コンタクトが乾燥し始めた。え、今めっちゃ48グループ配信してんじゃん。やば、やりすぎ。笑った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 ピーポー。テレテテレテテレテテテテテ、マジカナバージョン。わ、なんか花火がポンポンしてる。ハートありがとう、キュンです、ありがとう。何、なんか花火がポンポンしてるんだけど、どういうこと。え、何の話。え、待って、何にも聞いてないんだけど、もう教えて。勝手になんかしないで。勝手になんかしないで。教えて。花火大会のギフト、あ、
誰かが花火ギフト20万ポイントでアイス1週間分。え、誰かがそれ投げてく、え、待って、何、どれがさ、もう持ってたじゃん、なんかこれですみたいなお知らせ。もうやだあ、え、どういうこと無料のやつがちゃ、あ、いつもみたいなやつってことですか。だから多分無料で投げてくれてる人のが、ありがとうございます。はい、花火つつ2021、おたけちゃんだ、ちゃけちゃん。あ、じゃあこのヨーヨーは全関係ないんだ。そうなの、なんかいつもわかんないよね、投げてたら関係ありませんでしたみたいな、あるある。ということで皆さん、無料のいっぱい投げましょう。は無料の花火をできる、みんな持ってるだけみんな投げてください。しゅんごさん、ヨーヨーありがとう。アイスどうしようかな。アイス、なんかでもみんなが今本当にドボンも頑張ってくれてるし、今月はもちろんなんか、いやードロー2が3枚来た、なんか来月もしかしたらビンゴかもしれないじゃないですか。なんかどうしようと思って、しかも今味覚戻ってないし、知覚過敏だしそうなの、だからちょっとなんかもう どうするのが一番正しいわけじゃないけど、一番なんて言うんですか、最善の策なのかが分かんないです。だからいつも言ってるように、同じような、だから例えばもう分かんない、ギフトのちょっとポイント数があんまり分かってないのでちょっと言うのもあれなんですけど、なんかそのハートと、ハートはどんな、だからハートなんて言うんですか、難しいですね、いつも言ってる感じです。要するに同じ値段の、値段とか言っちゃった同じゴールドのギフトを投げるのであれば、そっちをそのなんて言うんですか、その対象のギフト、花火を投げてくれたらハルピョンは嬉しいなって感じ。はいそう、ただ無理にそのアイスが絶対食べたいのでみたいなじゃなくて、同じ値段じゃない、同じゴールドのあれだったらそっちだと喜ぶよみたいな、まあ、いつもの感じです。はいそう、だからもともと投げる予定だからみたいな、もともとハートを投げたいんだ自分はみたいな方は、ハートと同じゴールドポイントの花火があるんですかね、ちょっとそんな感じ。カバヤンさん、あ、何これ軟尺玉
三尺玉、あ違う、三寸玉ありがとうございます。ウエヤンさん、三寸玉ありがとうございます。ドッカンありがとう。そういうこと。はい、だから花火は100ゴールドから。あ、そうなんだ。ってことはじゃあ要するにそういうことですね。だから自分はハートを100個投げたいんだよみたいな方はあのぜひ三寸玉を投げていただいて、でまあプレゼントボックス違うかチャレンジのところにある花火はもちろん投げていただいて、それはもう無料ですから。あああああ、作太郎さん、不作間さん、は花火三社三寸玉ありがとうございます。ちょっとメール送り次第、毎日え無料の花火は毎日100個もらえる、そうなの、マジ、待って、そうなん、え、なんかいつも5個とかじゃない、今回そんななんか太っ腹なの。毎日5個もらえるんだ、本当だ。キャンペーン期間中毎日開催されるチャレンジ、私もじゃあゲットしとこう、とりあえずキャンペーン期間中チャレンジ100個ゲット、イエーイ。はい、毎日じゃあ皆さん、じゃあファンを私が増やします、頑張ってファンの方を増やして、ね、無料のギフトだけで達成できるようにしましょう。よっしゃ、ごめん、ドボンの音気になる、だってごめん、消しました。ホームのところからなんか左側、左上に3本線あるじゃないですか、それを押してもらってチャレンジっていうところを押してもらったらドーンって出てくるので、花火の絵あれが、そう、そっからぜひ。音出してくれんとね、音、私も音出さないと多分時間過ぎるんだよね。でも音気になるって人がいたから。あちょっとメールだけ送る。え、どっち、音どっち、みんな。でも前聞いた時いいよって言ってくれたよね、だから出します。気になる人は無音にしてください。気になる人はもう無音にしてください。はい、ちょっとメールだけ送って時間合わせしますね、待っててね、思って。助けて、クッションタオルとかにさ、この喉の微妙な何でしょう、なんか多分昨日はラジオの収録をしてたから
あの喉がすごい通ってたんですよね。もうでも今日はそんなラジオの収録昨日ぐらい喋ってないからそう喉がだからみんなが朝起きたてぐらいの状況起きたては違うか、起きて朝会社に学校に行ってきます、で会社着いてあ、おはようございますみたいな感じそうそういう感じ。あんやんさん三寸玉ありがとうございます、ありがとう、花火もらいました、ぜひポンポン投げてください、あ、皆さんありがとうございます。ん？あ、逆に昨日喋りまくったから、いやそれはないと思う、だから喋ってなさすぎてなんかそんな感じ。花火もらいました、投げるんだ投げるんだ投げるんだテンション、メール送る、ちょっとメール送らないと時間合わせできない。すごい10時になったからみんながこんばんはって言ってる、こんばんは、山内さん三寸玉ありがとうございます。ちょっと写真昨日のでいいか、オッケー、花火ぶん投げました、ありがとう、無料の花火投げた、ありがとう、箱詰めは見てない、花火投げた、ありがとう。ともゆきさんなんだっけ、三寸玉ありがとうございます、三寸花火にしようかな、けどとこうへいさんなんだこれ、ピンクのヨーヨーか、ありがとう。ネバーストップさんピンクのヨーヨーありがとう、サットさんハートありがとう、キュンでキュンですって言うからハート投げたくなるのかな、いやでもねどうしたらいいんですか、ありがとうございます。ともゆきさん三寸玉ありがとうございます、 A ダッシュさん三寸玉ありがとうございます、三寸玉だよね、合ってるよね、私え間違ってる、合ってるっしょ、
合ってますよ。三寸玉2021です。緑色のやつは。サットさん三寸玉ありがとうございます。キクアニさん、タコ花火ありがとう。すごい、ありがとうございます。待って、今レインボースター投げないでください。レインボースター投げないでください。名前呼ばないですはい、レインボースターは普通の星と一緒。なんで投げるんですか読まないですよ。だってえ、レインボーってだって普通の星と一緒一緒だって。うん、星読んでないもん。え、聞いてください。昨日この対戦終わったら時間合わせ、あ、終わった、時間合わせしますね。昨日あれしてたんですよ。ドボンしてていつもドボンしてるだろうって感じなんですけど、昨日ドボンしてて、そう、そしたらなんか私と一人ピョンズの方と、あと別のファンの方2人の4人で対戦したんです。そうで、まあそのピョンズの方は結構まあそれなりに忖度、なんか完全な忖度じゃないけどそれなりに忖度してくださる方で、マグネタイトさん、三寸玉ありがとうございます。ありがとうございますマイジャパンさん、ピンクのヨーヨーありがとう。そうなんですよ、結構それなりに忖度してくださる方だったんですけど、対面にいたんですね。だからさ、忖度のしようもないじゃないですか、その試合に限っては。でなんか、まあ、まあと思って普通にプレーしてたんですね。そしたらその別のファンの方がピョンズの方をドボンしようとしてたんですよ。だから私はもう必死に泣きスタンプをめちゃめちゃ連打したんですそう、いやそりゃあね、ピョンズがドボンされるのは目の前で見たくないから。なんかピョンズがピョンズにドボンするんなら全然どれだけでも見るんだけどそう、でもそのなんていうんですか、ピョンズじゃない方がピョンズにドボンするのは見たくないから、私は泣いてたんです、めちゃめちゃ。そしたらそのファンの方がピョンズの方に忖度してそうちょダメだ、全然回ってる、ずっと。そのピョンズの方に忖度して、なんかドボンをキャンセルしてくれたんですよ。そう、めちゃめちゃ優しいと思って。あ、もちろんなんて言うんだろう、その今回のイベントに、今回のイベントにはなんかそんな本気ですみたいな感じのメンバーじゃなかったっていうのはあるかもしれないけれども、そう、推しがね、そういうのじゃないかもしれないけど、でも私のファンの方がドボンされそうなのを私が泣いてたら忖度してくれる人がいてっていう、もう
感動、もう涙、うん、本当に。そう、え、でドボン、私へのドボンは正直、うん、なんだろうな、難しいな。でも全然どんどんしてください。なんか同じタイミングで別の方が私にドボンしちゃったら元も子もないので、全然してください。もう私もマッチングボーナスがそれこそピョンズ3人だったら39万ポイント入るんですよ。だから一戦でもね多く回した方がいいですし、キクアニさん、三尺玉ありがとうございます。そうだから全然ドボンしてください。そうでもそのなんて言うんでしょうね、ピョンズの方が私にドボンするのは OK なんですけどあのピョンズじゃない方は私にドボンはちょっと忖度してくださいベッキーさん、三寸玉ありがとうございます。ありがとうございます。はい、って言いながら私はピョンズにドボンをします。ともゆきさん、錦糸卵さん、対戦ありがとうございました。ありがとう。そう、もうすぐ100億もういった、そんなことはない、もうすぐ100億みんなで勝ち取る100億。一人だけ100、それは無理か。セナタンとかも行くかな、100億。どうだろう、一人だけ100だったらかっけえけどな。うん、あと3億ぐらい、2億ちょっとか、2億ちょっとってどんぐらいでいけるかな。まあ少なくとも1週間あればいけますよね。サットさん、ツッチーさん、当たりました、ありがとうございます。今日の皆さん TikTok 上げたのでコメントいいねしてください。みんなで拡散してくださいよろしくお願いします。そういやっさってやつ、ダン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 、ピョンズがピョンズにドボンした。リンクのコピーめっちゃしとく、ありがとう。リンクのコピーだけでも本当にもう全然力になるっていうか、そのいろんな方にねやっぱ見てもらうには、あ、この動画いろんな人が見てるんだなとか、なんか拡散力あるなみたいな動画じゃないとダメなんですよそうだからみんながリンクいっぱいコピーしてくれたり、あ、みんながいいねしてくれたりコメントいっぱいしてくれることによって、そのいろんな人のおすすめに乗るんですよ。だから皆さんの力でどうにか私の動画をバズらせてくださいよろしくお願いします。インスタのストーリーにあげてもいい、全然いいです。もうむしろめっちゃあげてくださいリンクのコピーっていうのは TikTok 開いていただいて、 TikTok 開いたらちょっと音鳴りそう、このさ3点リーダーみたいなのあるじゃないですか。
コメント、いいねコメントの下に3点リーダーみたいなのあると思うんですけど、その3点リーダーみたいなのを押したらシェアみたいなところにリンクコピーみたいなあるので、そこをもういっぱい押して、いっぱいリンクコピーして、どこにもどっかに貼り付けといてください。もうそれをするだけで本当に拡散力が強まるので、よろしくお願いします。なんかね、私は今3万人フォロワー、一番多分 SNS の中では一番多いかな、 TikTok がって思うんですけど、思うっていうかそうなんですけど、なんか別の TikToker さんは、別のっていうかとある TikToker さんは昨日だけで1日で14万人増えたらしいんですよ。もともとめっちゃ有名な方だったの で、その方今800万人ぐらいフォロワーさんいて、そう、やべえんです。超やべえんです、はい。いや、どういうことか私にも聞かれてもって感じなんですけど、とりあえずやべえんですよ。そういう人も TikTok の世界にはいるよっていうのをお伝えしました。8月はピョンズさん、コロポックルさん、山猫さん、対戦よろしくお願いします。当たってます。バズるにはお兄ちゃんネタ、もう一回お兄ちゃん系の音源が流行らないと。そう、そっち系の音源を誰か流行らせてください。ピョンズがピョンズをドボンしました。やばいよね、1日で14万って。そう、いない、いや本当に3万インスタが、でもツイッターがもうすぐ3万、今2万9000ぐらいで、インスタが2万6000ぐらいだったかな。ねえ、1枚も出せない、暇してるんですけど。アイドルに求めてない、私はね、私が求めるアイドル像ではないから。なんか一時期流行ったんですよ TikTok で、なんかこの辺り、上半身のこの辺りになんか乗せてありますみたいなやつとか、なんか流行ったんですよ一時期。そう、白色の
なんか T シャツをなんかカレシャツみたいな感じで着て、なんかそういうなんかちょっとセクシー系のも一時期流行ったんですよ。はい。でも私は流行ったけどやりませんでした。私が求める理想のアイドル像ではないので。まあもしかしたら、もしかしたらだって、もしかしたらやってたらさ、あ、間違えた。1秒早く押しちゃった。あれ、そしたらなんかファンの人いる？ピョンズがいるんだけど。アットマークさん当たりました。ありがとうございます。そうね、もしかしたらそれやってたらファン あのフォロワーがね、フォロワーのフォロワーさんの数が50万とか増えてたかもしれない。そうでも、まあ、違うと思ってやらないです。いやまあみんなが、いやピョンズがそういう系を求めてるんだったらまずピョンズになってないと思います。はい、もうアイドルにみんながそういう系を多分求めてるんだったらピョンズやめてますね、まず。はい。まずピョンズいる時点でもうそういうのは求めてないっていう、あの汲み取り。はい、なのでこれからも応援してください。あ、間に合いません。危ない。もちろん、なんて言うんだろう、いや違う意味のそのメディアに出るとか全然言ってくれなかったんだけど、今メディアに出るとかそういう系の露出が増えるんだったらいいことだと思いますよ。でもそうだから、そのなんていうんだろう、ハルピョンの、じゃあハルピョングラビアやりませんかみたいなので、そう、そういう露出が増えるんなら、そういう系の露出、なんていうの、メディアへの露出が増えるんだったらとってもいいことだと思います。そう。でも自ら露出を増やしていくのは私は遠慮。はい、遠慮。まあ、来たらお断りはしないですよ、もちろん。はい、露出じゃないや、来たらお断りはしないけど。きっと来る？それは違うんだよな。それは怖い話なんだよな。うん、いやでも昨日、え、待って、これ言っていいのかな、ちょっとわかんない、ちょっと待って調べるわ。タッキーさん、ともゆきさん、てるちゃんぐさん、対戦ありがとうございます。
チームエイト公式ホームページ。まあ、具体的な名前出さなきゃいいのか。そうですよね。とあるメンバーの昨日そのラジオの時に、そのとあるメンバーの結構ワオっていう感じの今日のこの声で言ったらいいね、面白くなるね、ワオって感じのメンバーのなんかグラビアの写真を女性のマネージャーさんがそのなんか気になるところはないかなみたいな感じでチェックされてたんですよ。そう、すみちゃん、三尺三寸玉ありがとうございます。そう、でもそれを見て、え、ここまでやるのって思っちゃった。あ、待って、全然違うタイミングでスタートさせたしサプライズレバーさん、三寸玉ありがとう。すみちゃん、小判もありがとう。ありがとうございます。そう、いや、わかんない、もう、うわ、バースト、はい、かわいそう。そう、でもその写真がどれに載るか、そのどの雑誌に載るかが知らないからもう多分発表はされてるんだと思うよ、このメンバーがこの雑誌に載りますみたいな発表されてるんだと思うんだけど、ちょっとわかんないからどのスタッシュに乗るかっていうのが分かんないから、ちょっと詳しくは言わないけど、あ、雑誌なのかも分かんない、確かに、どうなんだろう、それも分かんないです。またチェックをしてただけなのではい、竹兄さん、三寸玉ありがとうございます。確かに、もしかしたら写真集かもしれない。そうですよね、わかんないです、それはちょっと。だからまあこれ以上は何も言わないけど、わかんないから、言ってもわかんないからごめんって感じむしろこれ以上出せる情報がないから、あ、そのメンバーが誰だったかっていう情報は出せるけど、これ以上出せる情報が逆にないので聞かれてもって感じなんですけど、まあでも、まあそうですねすごいなって思った。丸作文みたい。レクサーさん当たりました、ありがとうございます。そうですね、ピョンちゃん的には刺激が強い、そうです、だいぶもう強強の強でしたね。はい、強強強強の強ぐらいでした。ゆうちぃって何？誰？ゆうちぃさん？
ぴょんお話し会当選しありがとうございます。今第4次が始まってるのでまだ全部どの部でも空いてます。おすすめの部は10月9日の最初の部と、12月26日の9と1月16の最初の部の3つなので、皆さんぜひお待ちしております。おすすめこの3つです。ゆうさん、服部ゆうな牧場牧場長さん当たりました、ありがとうございます。まあ、もちろんおすすめは全部ではあるんですけど、なんか昨日の配信見ていただいた方は分かると思うんですけど、なんて言うんですか、やっぱり0と1って多分結構違うと思うんですよ、私の中では。だから全部の、じゃあ例えばね、全部の部が100が限度だとして、わかんないよ、今どんぐらいが限度なのかわかんないからちょっとなんとも言えないんだけど、全部の部が100が限度だとして、全部の部でじゃあ 6割だから 60% 全部の部で完売してた、完売じゃないか、それはなんていう、全部の部で6割その売り切れてたとしても、売り切れって言わないのか、売れてたとしても1って出ないじゃん。でもじゃあ10個部数があります、そのトータルの握手会お話し会の日程が10個あります、そのうち1個だけ完売が出ました。でもやっぱりあ、すごい完売出てるってなるのはその人じゃない、その後者の人じゃないですか。わかります、この話分かってくれるかな、この私の大丈夫な例えれてるかな、ちゃんと。だから同じだけ売ってたとしても、あ、その0と1って全然多分違うと思うし、だからそのもしもそのどの日も空いてて、なんかどの日にしようかなって迷ってるよみたいな方は、って感じ。そう、うん、もちろん完売が出ないと、そのなんていうんだろう、あれはなんだっけ、名前が出てこない、押し増しはあれだから、いや多分いっぱいの人がなんていうんだ、たくさんの人がその完売を出してたら、なんか多分スタッフさんっていうか、その握手会の方っていうか、そういうのを集計されてる運営さんはそんな
気にしないかもしれないけど、そんな出てない、まだ今なんだろう、やっぱ完売って出てる、一部でも出てるメンバーってそんないないじゃないですか。だからなんかそういうのをだったら一部と一時受付の時からやれよって言われたら、そうごめんなさい、そうなんですけどそう、まあ難しい部分ではありますけどね。でもやっぱ難しいけど、そんな中でドボンしろって言ってるんですよね私はむずいなぁ。あと1週間でさ、十何億差がついてるんだろう、13億って追いつけるもん。いやまあ私がやらなきゃ追いつくかもしれないけど、私はやった上でみんながどれくらいの負担をズンってのしかかるかって話。そう、みんなの負担の問題。私は全然あの体調とね、もちろん相談しながらとか、睡眠時間と相談しながらとかで、聞いてください、今日8時に起きたの、なんか6時ぐらいにまず起きて、今日なんかそれこそ2回ぐらい、てか2回ぐらい早起きしたんですよ、その2日連続ぐらいで。だからてか最近毎日それこそ6時とかに起きて、6時半とか7時とかに起きてドボンやって、まあ、ちょっと眠くなってお昼寝してみたいな感じが多かったと思うんですけどそしたら今日全くアラーム、その2日間はアラーム、なんか最近は普通にアラームかけてやってたんですけど、今日は昨日ラジオもあったし、ちょっと体もねちょっと疲れてるかなと思って、ちょっとゆっくりアラームかけずに寝ようと思って寝たんですよ。そしたらアラームかけずになのにまず6時に一発目に起きて、うげえと思って、まだ全然まだ全然まだ寝ようと思ってそう、もう一回寝て、次起きた7時半ぐらいで、いやまだ寝れるよと思って、世間の大坪さん大佐ありがとうありがとう、全然まだ寝れるよと思って、うん、もう一回寝て、そして8時15分ぐらいに起きて、いやこれこのまま起きようかなと思って、ドボンもあるし、なんかこのまま寝て過ごすのも時間もったいないなと思って、まあ、眠くなったらお昼のねボーナスタイム以外の時間に寝ればいいやと思って一回起きたんですよ。そしたら今日お昼寝ゼロ、今んとこやばくない、すごすごっ、うん、全然眠気はめっちゃ来てますよ。ぶっちゃんさん服部優奈牧場牧場長さん当たりました、ありがとうございます。え本当にゼロです、眠気、あ嘘、眠気は300なんですけど、お昼寝がゼロ、マジ誇り本
当に。だからこんな声。やばい、ちょっと待って。ドラマ見てた、ずっと。ドラマ見ながら、まあ、メールに書いたことしながらドボンしてた。え、目つぶったらすぐ寝れる。全然もう今寝、あ、でもコンタクト外したいけど、寝ていいですよって言われたらもう全然寝れる。うん。サットさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。何のドラマ、今日見たドラマは IP サイバー捜査員みたいなやつ、サイバー捜査官、あの福原遥さんが出てるやつと、ナイトドクター春さんが出てるやつ、春さんが出てるやつと、筋トリ、緊急取調室と、え、みんなマインちゃん知ってる世代なんですか？え、マインちゃんって私の世代じゃないの？マインちゃんって呼んでわかる世代なの、みんな？え、マインちゃんって20歳ぐらいの人の世代だと思ってた、ずっと。25、30前半だけど世代、え、マインちゃんってそんな世代多いんだ。大学2年生ですが、マインちゃん、え、ですよね、私今大学3年生なんですけど、マインちゃん全盛期だったんです。だからみんなが知ってるのに今びっくり、本当に。あ、サットさん、対戦ありがとうございました。ありがとう。え、今すごいびっくりなんだけど、え、めちゃめちゃマインちゃん見てたんです、学校から帰って。めっちゃ見てた世代なの。タッタッタって踊ってた、一緒に。踊ってはないかもしれないけど、待って、今びっくり。でも私、え、結構あれですね、じゃあ皆さん、あの若い女の子が好きなんですね。言い方すごいオブラートに包んだ。若い女の子が好きなんですね。ちょっと私のこと好きな時点でそうか、ありがとう。いやでも、いや難しいな。あ、やばいやばい、危ない、セーフ。え、なんで今日こんな声やばいんですか？悲しい。いつもよりここ3日、え、な、待って、今不意にツイッター開いたら今宮さんがトレンド入りしてる。いいねしとこう、後で見よう。ファインプレーなんだ今日。マインちゃんっていうのは福原遥さんっていう、女優さん、3年 A 組とか、なんだっけな、あと何出てたかな、
あれ、警察の木村拓哉さんが主演の、あれとか、今やってる IP とかに出てる方。あ、そう、ゆるキャンの方です。そうそうそう、そうです、そうです。ゆるキャン見てないけど、なんか出ますみたいなの見ました。かぐやさん、そうなんだ。かぐやさん一個も見てないんだよね。あー、もう質アにも出てました。そうです、その方、はい、福原遥さんで調べてください。多分、あ、この子ね、見たことあるわってなると思います。まいんちゃん、そうとか IP とか筋トリ、あとハッシュタグ家族募集しますかな。なんかまず追いついてないんですよね、全部。だ、箱詰めも見たいのに見れてないし、あとあれも見ました、推しの王子様も見ました。もうそれぐらいしか今追いつけてなくてそう、今追いつけてるドラマがそれぐらいなんですよね。それ以外はもう全部取りだめです。1話から見てない。ユンちゃんさん、サットさん当たりました、ありがとうございます。そう、だからそれしか見れてない。アベマもまだも今追いついてないもんやばい、今日水曜日じゃないですか。なんだっけ、月曜日に今日好きがあって、火曜日に恋捨てがあるんですけど、もう追いついてないんです今。やばい、話が進んでいく、どんどん。スキップされちゃった、うん、ピョンズの平均年齢はどれ、どれくらいなんですか。逆に聞きたい、みんなの年齢。いや、聞いたところで全部足すのかって言われたら足さないから、めんどくさいからやんないけど、全然言わなくていいんですけどはい、いや、アベマさんは1週間しか無料じゃないんですよ。そうだから、その1週間の間に私は見てるんです、いつもそうなの。だからなあ、今日は声が変だ。だから追いつかなきゃなって思ってます。頑張って。気持ちは10代、私も気持ち10代なんだけど、同い年ですかもしれないですね。え、日本語喋って日本語喋ってほしい今。同い年かもしれないですかもね。何の話？今はゆうさんとふなさんと出会ってます。ありがとうございます。これアイスってさ、何のアイス？はから始まってつで終わるやつ？それではない。それなんだったら私ママに
ママにお金渡してあのギフト投げてもらって自分で達成するいやだったら買えよって話か。確かに。ビギナさん、シノウマさん、ありがとうございます。そうですよね。すごっ、秒でドボンしてる。高校時代に担任の先生はクラス対抗の競技で、わかんない、星をおごってくれた。ええー、何をおごってもらったんだろう。そこが一番気になるんだけど。でもアイスも味によるんだよな。チョコレート食べれないし。作太郎さん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。マックミックさん、三寸玉、ありがとうございます。何なんだ。でも私は、あ、サットさん、橋本春奈、牧場牧場長さん当たりました、ありがとうございます。私はなんだっけ、高校のなんか体育祭の時に、花火打ち上がった。今よかった、画面見てて青い花おっぱ、花火タワーありがとうございます。せーの、タワータワー、ありが花火タワー、青い花おっぱ、ありが花火クマタワー、ありがとうございます。すごかったよ今、テンション上がったもん。うわー、ここにでっかくドーンって今クマさんが出ました。すごい、これが軟弱玉なんですね。すごい、ありがとう。びっくりした今、ここ元気でねってきた多分元気になってねっていう、多分あれですよね、翻訳ミスかな、インターネットミスかな元気でねは、違うよねそれは推しやめるときに言う言葉やからね、びっくりしちゃうから、春病急にそれ来たら元気になってねだと思います、そう思っときます多分ネットの翻訳ミス、山内さん当たりました。待って、オレンジの星5個になってる、当たりすぎじゃない、私とパラダイスしすぎじゃん。何の話してたっけその前、待って忘れた完全に。今タワー、クマタワー来て完全に忘れた、すごすぎて。なんだっけ、あ、体育大会で、そう、なんか団の役員みたいなやつやってたんですけど、そのなんか最終日、あ、え、違う、最終日じゃない、終わってからか、体育大会が終わってから、その団役員がみんな集まってお疲れ様でしたみたいなやってる時に、その団の先生が歯から始まってつで終わるアイスを差し入れてくれて、そう、
ありがとうございますってなるじゃないですか。そうで、なんかとりあえずそのまだね片付けとかがあったから、とりあえず調理室みたいなところに冷蔵庫があるからそこに入れとこうってなって入れたんですよ。そうで、私はもうすごい楽しみに片付けを終えたんですね。そうで、もうイエイと思いながら、あの団の役員のところ、みんながいつも集まってたところに行ったら、なんか先輩たちがいなくって、なんか教室でなんか先輩たちが全部もうなんか次の日もう私はあしょうがないと思って帰ったんです。でそしたら次の日先輩たちがなんか教室でなんか全部食べてたらしい1年の時だったから、私がそれはそうなんか、うん、だから食べれなかった。先輩たちめっちゃ食べたよ、アイスだから、あの時私たちの分まで。なんか同じ学年の子に聞いても、え、食べてないって言ってたから、スペードが良かった。食べずに帰りました。通信環境悪くなってる、待って、止まった。通信が切断されました。無事復帰。でもしょうがないよ、食べたかったな、ハーゲン。あお、スンジュ、オッパ、三寸玉、ありがとうございます。ありがとう。 Wi-Fi 環境悪、なんかすげえ止まるじゃんてえ、何語、もう私最近喋れないんですけど、声もこれだし滑舌っていうかもう喋れない日本語無理。一寸は何センチか、3センチ違うんですか。一寸9か、え、一寸帽子って何センチ、え、一寸ってでも3センチ違いますか。3か9だった気がする。合ってる、わ天才。なんか一寸法師がなんか3の倍数だったのは覚えててなんかそれが3センチだったか1センチだった、あ違う9センチだったか忘れちゃったっていう。バージョン R さん、対戦ありがとうございました。聞いて、今日ね、ずっと聞いてるよ。いつも、本当私聞いてっていつも言っちゃう。私、今日トリプルドボンしました。そう、ファンの方と一緒にトリプルドボンした。マークーンさん、ハートありがとうございます。キュネスありがとうございます。サットさん、対戦ありがとうございます。ありがとう。
すごいっしょ。トリプルドボンしたぜ。トリプル受けるとちょっとメンタルやられるよね。きっと、きっとあの人メンタルやられたんだろうなって思いながら。そう、一人だけ負け。なんか卵さんの卵っていうのを見たら卵蒸しパンを食べたくなってきちゃったあるじゃないですか、なんかコンビニとかに売ってる、コンビニに売ってるかな、売ってるじゃないですか、まあスーパーとか。卵蒸しパン食べたいまあね、点数的には一緒なんですけどね、メンタル面ですよね。ともゆきさん、対戦よろしくお願いします。うん、そう、素朴な味が一番おいしい、わかるわ。なんか私でも一番好きなの、これ多分前も言ったかな、え、待って、メールで言ってたらどうしよう。あのとある、多分とあるコンビニの、コンビニ名はいいよ、ドボンして、コンビニ名はメールだったら言ってるので、ちょっとどこのかは言わないんですけど、パンケーキがすごい好きで、しかも結構安いんですよ。そうだから、そのコンビニがあって、なんかって思ったらいつも買っちゃうっていう。ちょ、メールで言ってたらごめん、メール取ってる人。でもそのメールでは多分店名言ってるから押せなかった、なんか押したけど、あ、エラーが発生しましたって今出てきたですよねなんか止まりました。レクサーさん、対戦お願いします。うわ、待って、もう11時なの。そうだよね、今さ、違う、時計さん、私さ、この秒数だけ見えればいいじゃん、私の場合秒数だけ見えるんですよ。そうで、今何時か分かんなくて、時計、普通に時計を、普通に時計を見たらびっくりする時間でした。もう11時。サンスン玉来た。ムックミックさん、サンスン玉ありがとうございます。あ、全然なんか早起きをしたくてしてるわけじゃなくてそう、なんか起きちゃうからドボンしてるだけでそうなんですよね。こっちは早起きしたくてしてるわけじゃないのに、なんか目が覚めるんですよ、勝手に、この目がそうなの。だから明日は早起きじゃない、今日も本当は早起きじゃなかったはずだった、うん、なんかでも今日中にやらなきゃいけない、その
アンケートみたいに提出しなきゃいけないやつがあったから、さすがに今日中っていうか今日のとある時間までにやんなきゃいけないやつがあったから、10時までには起きなきゃなって思ってアラームをかけてたんだけど、そう全然意味なかった、起きてんのにアラーム鳴ってた、うるさと思ってそう体内時計が狂って、え待って、体内時計は全然狂ってないと思う、めっちゃ正しいと思う今。うん、ドボンについて聞きたいんですが、応援グッズでガチャ回した方がいいですか？今じゃないな、回すんなら、うん、もうすぐそれこそ一押しガチャが今日は25だからあと3日後ぐらいに出るので、今じゃないな、回すとしたら正直なんかなんだっけ、まあそのなんていうの、それは揃えちゃえば確かに強いけど、そんななんか最強であれば強いけどそんな変わんないから、正直、うん、うんって感じ、別にって感じ。いやなんかね、今回まだ UR が出てなくて、実はそうなの、だからその先月のイベントで上位に入ったトップ10に入ったから、その UR をワニさんの持ってて、その UR を今もうマックスなんですけど育てたんですけど、実は UR を今持ってなくって、そうだからシークレット10枚にならないかもしれない今回。 UR がどれぐらい出るかにもよるけど、 UR10 枚になるかもしれない、だからもしそれだったらそれでも許してねうん、シークレット10枚じゃなくても許してください。残念。テレ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 、あ歌っちゃダメよね、うんもう分かんない、誰もいない、誰もいないよ、ねえみんな数字言わないで、秒数変えよう。まあ意味が分かんない、まあ、意味を伝えると、その丸字と丸字の時に、むずいな、だ今は多分5時と35時になってると思うんですけど、そのだ5秒と35秒のタイミングでドボンのあのスタートボタンを押しますよって話。そうでも それをそのなんていうんだろう、私はマッチングモーダスでピョンズの皆さんと、まあ、なるべく多く私のカードを一押しにしてくださってる皆さんとなるべく多く当たりたいから、そのなんだろう
他の SNS では言わずにドボンのコメントで皆さんにお伝えしてるって感じで、そう、ちょっと時間変えますね。だから今は5秒と35秒、5時と35時で押してたけど、次は別の秒数で押すからそれは言わないでほしいなって感じ。いや、初めて見る人じゃないんだうん、でも多分ドボンを最近始めた人とかかもしれないね。そうなった。だからまあそれはしょうがない。そう、まあでももう秒数変えたんで大丈夫もういいです。全然秒数変えたんでしょうがない、まあ、むしろ私のためにそうやってドボンを始めてくれたってことだからありがとう今日始めたんだって。待って、今日始まって755で言ってたよね。755で言ってたよね。多分見たわコメント。マジカのバナナちゃん、卵やばい、多分卵さん名前変えてくれてる。私が卵蒸しパン食べたくなってきたみたいな話したから、卵蒸しパンの卵だ卵蒸しパンさん、お二人当たりました、よろしくです。うん、謝らないで、むしろ私のためにドボン始めてくれてありがとう。上がり、そう、飲むワクチン、やば、それ本当の話ですか。ワクチンのさ、なんかワクチンっていろいろ種類がありますからね、皆さんも見極めて打つ方は打ってください。あと誤った情報は、わかんない、誤ってるか誤ってないかもわかんないから今ドボンと配信と時間合わせでもう3つ端末使っちゃってるのでそう、それを調べる術がないので正しいか正しくないかも分かんないんですけど、まあ誤った情報には踊らされないように皆さん気をつけて、うん、いや私は1回目がもう怖いですよ正直。もう一回なっちゃってるから、かかっちゃってるから、普通にずっと健康でいる人よりも副反応みたいなのが強いらしいから怖いっすよ私は。みんなは1回目怖いかもしれないけど、私は2回目、もう1回目、うん、もう喋れん、ごめん、なんでもない。みんなは2回目が怖いかもしれないけど、私はもう1回目から怖いです正直。クロミさん、対戦ありがとうございます。待って、この方さっきも当たったんですけど、てかなんか3回ぐらい当たってるんですけど今日だけで。あ、じゃあクロミさんじゃなかった、白ロさんだった、色変えちゃった
じゃあ白身さんはもう何回でも当たりたい、これからもたくさん当たりましょう。で別のファンの方がさ当たりに来た。うん色違っちゃった、白身さんごめんね色間違えちゃった、白と黒だったら多分、え、なんか持ち物は白の方がいいけど着る服とかは黒の方が好きかも、白と黒はね。そう、1回目も2回目も副反応なかった、そういう方もいるんですよねきっと。そのおばあちゃんたちどうだったんだろう、今日2回目。うわ元気、今日、え、その日は元気なのか、次の日がやばいのかな。あ、でも私白い服でも着ますよ、全然いっぱい着ます、何でも着ます、何色でも着るは嘘だけど、なんか本当にマジでクローゼットが白と黒しかなくて、ピエンピエン、本当に。副反応なかった人もいるんだ。私あれはほとんど副反応、あ、そうなの？あ、そう、え、どういうこと？お年寄りさん最強説、おじいちゃんおばあちゃん最強説ある？そうなんだ。ね、私も見た、おりんちゃんのだよね多分、症状なんか一日一日ちゃんと書いてて、私も書けばよかった。あ、でもママに LINE したのがあるからそれを全部文字起こししたらわかりますよはい、ママに LINE してたのがあるから、それを全部見たら分かります。でもまあ正直人によって全然、人によって全然違いますからね。え、なんか今日見たのはニュースで見たんですけど、なんかコロナにかかって自宅療養をしてて、なんか会社の人が連絡取れなくなったからみたいな感じで、その保健所か救急センターかどっかに連絡して見に行ってもらったら亡くなってたみたいなニュースを見て、と思いました。でも会社の人優しいですよね、そうやって連絡してたんだと思って、それはそれでめっちゃ優しいなと思ったけど、なんかそんだけ本当になんか逼迫してんだなと思って、なんかまあどうする、どうする、まあ一人一人は気をつけるしかないんだろうけど、かといってじゃあ気をつけなってる人が気をつけてないかって言ったら、私は私なりの気をつけてたって自分では思ってたし、うん、そうなんだよね、難しいですよね。
私も気をつけてると自分では思ってたけど、かかってしまったから自分の甘さだなって思ったし、あ、ピョンズに当たった、久しぶりに。クチュンさん、ありがとうございます。ありがとう。でももう何が悪いとかじゃないですよね、正直。もう本当にだって私も、なんて言うんだろう、その医療現場の皆様にはもう本当にお世話になりましたし、だからもうどこが悪いとかそういう次元じゃないんだよね。もうなんかもうコロナが悪い本当に、うん、そういう感じ、うん、なんかね、難しいですよね。まさかハルピョンがって思ったでも私は運がないのでついてない人間なので、うん、かかったか、やっぱついてねえなと思いましたよはい、でも本当にメンバーによっては一緒にご飯食べてたけどなってない子とかもいるので、うん、もう誰がなるかなんて分かんない世界だから、うん、本当だよね。ねえ、クレちゃんも、クレちゃんは私がそのかかったって発表されてから LINE くれて、そう、あ、1秒で押しちゃったから間違えたと思ってやり直しそうとしたら3秒にまた言っちゃった。時間変えまーす今のは自分の責任でーすございます。本当にごめんなさいそうだ、クレちゃんも LINE くれてありがとうって話してて、私治ったよってなってよかったって来て、超クレなって本当にこう入れ替わりでなって LINE して、でもなんかそんな重症って感じじゃないらしいからよかったって思ってるんですけど、でもね、通信切断されちゃったよなんで通信が切断されましたって、ごめん、今出会ってる人、出会ってる人、今会った人、あ、復帰、無事復帰できました通信が切断されちゃいました。ピエンピエン、ハルピョンは悪くない、そう、インターネットが悪いもう30分なのか。じゃあこの後は、
ズームなどもやってるので会いましょう。時間合わせもしてるので。大変でしたなと思います。それではちょっとこれ押したらランキング読みます。さくたろうさん、ハートありがとう。キュンです、ありがとう。コップかわいい、ありがとう。ここマニキュアついちゃってさ取れないんだよね実は橋本春奈は俺の嫁さん、ぶっちゃんさん、大佐ありがとうございます。私は誰とも結婚しておりません。うーん、嘘ですね。あ、いや、わかんない。その同姓同名の方かもしれないですからね。一枚も出さずに終わったよ。そう、橋本春奈っていう、もう橋本ひなさんかもしれないし、この方が。そう、私の思い込みって良くないですよ、本当に。そうです、誰もお前の話じゃねえよって思ってるかもしれない、今当たってるこの人は。うん、俺の嫁本当に橋本春奈、名前漢字一緒なんだよって思ってるかもしれない。うん、だからちなみに旦那さんはいないですけど、この方のお嫁さんはきっと橋本さんなんだと思います橋本春奈さん、ひなさんなんだと思います。のらちゃん、割引さん、大勢ありがとうございます。さあ、ということで、それではランキング読みます。いきます。1位、青い花、あとピョンゾッパタワー、カムサハムニダ、ありがとう。花火タワー、ありがとう。めちゃめちゃ素敵な花火、クマ花火をさっきここで見れました。ありがとうございました。2位、ヤーティさん、ありがとうございます。3位、ベッキーさん、ありがとうございます。4位、マグネタイト改めスブルンさん、ありがとうございます。5位、てっちゃんと病み上がり病み上がりに小豚ラーメン何、小豚ラーメン、小豚の子は子供の子かわ、きつかったさん、絶対きついよそれは。ありがとうございます。6位竹兄さん、ありがとうございます。7位、作太郎はと今日の対戦ぐぬぬでした、愛が強くてすみませんさん、ありがとうございます。8位、サプライズレバー、あ、変わっちゃった、止まっちゃったよ。あ、でもそんな変わってない。7位、竹に、あ、間違えた。5位、竹にさん、6位、作太郎さん、7位、サプライズレバーさん、あとチームチラさん、8位、 A ダッシュさん、9位、北里光平さん、10位、マックミックさん、ありがとうございます。11位、すみちゃん、あと配信中は競争率が高いな、当たらなくて、ピエンさん。でも今日、あ、そっか、時間合わせしたからかな、当たりました、当たれたよ、いっぱいありがとう。あ、いいよ、ドボンしていいよ、ドボンしていいよ、ありがとう。あ、待って、ドボン返し、クランズにドボン返しする、していいよって、ごめんね、ドボン返ししちゃった。ピョンズ、ノラちゃん、割引さん。12位、ともゆきさん、ありがとうございます。13位、きくあにさん、ありがとうございます。そして本日のラッキーエイト88位はゆうごさんです、ありがとうございます。ということで、皆さんありがとうございました。じゃあバナじゃないんだよね、A さん、ぴょんず、B さん、ハルポンがいて、ハルポンだって、ハルピョンがいて、その A さんが8を出してスペードにしたんですよ。で、私は普通にそれを見てなくて、
そう出す瞬間まで見てなくて、で出して、あ待ってこの人8出してスペードってやってるじゃん、終わったと思ったら、そのピョンズの方がドボンしようとしてたから、でも私に忖度してドボンしないのはね、もったいないじゃん、だったらその900-900になるより3200の方がいいから、私はもう、あもう全然ドボンしていいよっていう気持ちでいいよっていうスタンプをしてたんですよ。そしたらそうドボンされて、あオッケーと思ってたら、ドボン返しのボタンが出てきてそうなの、だから罠じゃないよ、うん、ごめん いるかなこの配信に、ごめんね、許してありがとう。作太郎さん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。ということで今日も皆さんありがとうございました。また明日も元気に頑張ります。明日はちょっと声が最初から元気いっぱいであることを祈ってちょ最初の方とか特にやばかったのでなんでって感じなんですけど、あのね祈っといてください皆さん。マンジャパンさん、ピンクヨーヨーありがとうございます。サイレントムーンさん、ハートありがとうございます。キュンです、ありがとうございます。もちろん眠くなったらお昼寝するかもしれないのでまあ明日からも楽しんで、みんなで100億目指して頑張ります。とりあえず100億目指して、でまあ1位は絶対守れるように私自身めちゃめちゃ頑張るので、みんなはいつビンゴのドボンのイベントがあるか分かんないから、なんだろう、まあ、頑張るけどみたいな感じで頑張りましょう一緒に私はもう私にできることをね、10日間しっかり休ませてもらいましたから、ドボンはできることをやるので、皆さんはビンゴもあるよなみたいなことを頭の片隅にでもいいので入れながら対戦していただけると嬉しいなと思います。ということで、それではお話し会は来てくださいそれではちょっと今ね、ちゃんみつさんに当たってます、ありがとう。それではあと最後キャッチフレーズをして終わりにしたいと思います。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのはありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプであなたにきっと期待がお届けしちゃう、富山県代表ハルピョンこと橋本春菜でした。皆さん本日は本当にありがとうございました。それではバイバーイ。ピョンムービー見てね。 TikTok コメントください。ドボンで会いましょう。バイバーイ。あ、755も送ります。さよなら、おやすみなさい。